こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。私がオーストラリアアマゾン輸出サポートを続ける理由。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。何人かの人が私の本やブログ、動画を見て、自分にもできるんじゃない?と思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに、何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人は喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで、私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円儲けるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いています。出版もしました。2010年に輸入ノウハウの本、2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。かつては私も社畜でした。満員電車で通勤して消耗していました。解決策なんて出ない習慣化した会議が苦痛でした。楽しくもない作業を仕事だからと長時間やっていました。好きでもない、興味が持てない勉強を何年間も頑張り続ける。その後は好きでもない、興味が持てない仕事を何十年も続ける。好きなことを仕事にするとか、楽しく稼ぐなんてできるわけがない。世の中、そんな甘いもんじゃない。それが日本の常識です。しかし、私は好きなことを仕事にして楽しく暮らしています。世の中、結構チャンスもある。それを知らせるのが私の使命です。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます。アメリカナパバレー、オーストラリアのシドニー、ギリシャのアテネ、バリ島、ドバイ、ギリシャのクレタ島、ファルサーナビーチ。私は今この動画をこのファルサーナビーチの、このビーチから徒歩5分のホテルで収録しています。好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高の仕事を見つけたと感謝の日々です。Amazon に出会えて感謝。通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。私も3年がかりで無駄金を使い、回り道をして妻の嫌味に耐えながら3年かけて稼げるようになりました。ところが、アマゾンを使えばわずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。自力で稼ぐ方法を身につける。私自身が欲しかった副業サポートサービス。私が作ったサービスは、副業でパソコンを使って稼ぎたい。でも何をすれば稼げるのかわからない。そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。会社勤めを何年続けても自分で稼ぐスキルは身につきません。輸出ビジネスに出会って自力で稼げるようになって私は自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。あなたは最短距離で輸出ビジネスを身につけられる。私はあなたにサポートして喜ばれ好きな場所で暮らせる。こんな素晴らしい仕事はないなと感謝の日々です。そんな思いで輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。これから初心者が副業を始めるならオーストラリアアマゾン輸出が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。